ょっと片付けて見に行くわけ。ありがとうね。まだ海には見えないから。また来たぞ。まだやんのか。平気、任せて。気ぃつけろ。ありがとう。そろそろ締めようぜ。オッケー。最新のレシピだよ。乾杯。バッチリ。当然のことをしたま大丈夫だよパイパー。嬉しいことを言ってくれるね。私が90歳にな、私はまだき、まあミス、それこっちとらこう。そうなのかい。結論を言す、うん、90を超でもあんたこれ以前宝くじ売り買った時、長く生きてたら、わー200万。私も泳げない。プロ騎士、宝くじが原因で。その通り。現実って、あ、おかえり。10分離れ、あんまりハッピーじゃない。私たちが好き、いいカーバーにだよな。え、まだ相手の街、ちょっとそのテレビでやるんだよね。プロ騎士、ちょっと相談なんだけど。バーニス6、なんだって。本当に当たってしまったのか。300万デニーだって。おお、すっごくいい数字。待ちなよバーニス。しょ、だってあのおばあちゃんは私たち3人に感謝してたでしょ。バーニス、お、どうしたの。いや、なんでもない。バーニスは本当にいい子だ。バーニス、ありがとう。お、なんだか急に褒められてるよ。いや、どうかな。プロ騎士はともかく、トラックで一番セクシーなとこはヘッドライト。若さがま、じゃあ私とパイパーは帰ろっか。プロ騎士、安心して。大事な宝くじなんだから肌身離さず身に。演技でもない子。
プロ騎士をやっているけれど、叫ぶだけの人探しは初めてだよ。ここで当選馬されたのかも。タイプには近くにいるはずだから。バーニスは、私はここだぜ。やっぱりここにいた。僕もパイパーを全員破ける。パイパー、何もされてない？まあ、やれるもんならって感じ。アイアンタスクに手を出さなきゃ相手しなかったんだけどね。私よりもガソリンに狂って、あいつが言ってるのは。え、私はそんなことしないよ。300万ポ兄貴、養育費の話。でもどうどう、みんな腹を空かせてるってのに無駄し、大丈夫っすよ兄貴、金が。おいおい、よし決め、一応もちろんセルフサービスのおつまみを。おっと、第1回バーニス杯なの。何、俺まだ言ってなかった。私の分の賞金でいろんな、それは本当大丈夫っす。そうそう、昨日がなら、その俺腹が減ってない。いいね、ああ、またね。パイパーキー、ちょっとな、バーニス、もちろん、は、も、心配す、こっちはやり、
聞かないでくれ。二人と気に大人の絵消えたってもう使っちゃったってこと？税金払っても。んーにゃけど大体合ってるか。その時トラック用のエンジン見せてもらった。覚えてるよ。そこがな燃焼庫。今アイアントセアンディーもだから一まあ要するにまるで富士の私の奥さん。パイパー。おい、プロ車の改造はしなかったけれど、それでもお金は残らなかった。私たちみたいなのが一番に。また褒められ。そうじゃん、あの金でプロ騎士はと。はあ、何を考え。私は今のくらい。もちろん、あ、つまり。わかった。元気を出して。私は超元気だぜ。怪我がなくて何よりだ。ちょい待ち。まだ取り出してもいないのに。当たり。若者の間で流行っているドッキリか。わあ、私たち長。わかった。君は初恋の人。ありがとう。すごい。3000万。なぜパイパーまで。でもこの宝くじからは。それはただのおじい。プロ騎士。まずいな。ヘヘッ、アイアンタス。ほらプロ騎士ちゃん。私とバン。
確かにいいニュースはある。いや、いい、私もいい。そうか、やっぱり、やっぱりね。二人とも、この宝くじは去年に発行さ、じゃあ換金の期限はというと、残念。つまり、おお。でもさ、見方を変え、おお。どう、パイパー。はあ、そうそう。パイパー。とっくに分かってたはずなの。ごめんよ、アイアンタスク。いや、なんて。お、言ってなかったっけ？前回の試運転からずっ今朝、新しいレシピを。ママって感じ。アイアンタスクが最高。そうだな、分かってるって。本当に不思議なやつだぜ。一晩で大が、はあ、いやいや、老せずして何かを。そいつを燃料また。